すいません、そうなんです。はい。20歳大学生女なんですが、去年50歳の男の人に手を出されてショックで鬱になってしまいました。この前、鬱の状態で29歳の外国人とワンナイトしてしまいました。自分を大切にしろと言われます。どうしたら自分を大切に生きていきますか？なんでそんなちょっと癖あるやつするの？ちょっと癖あるやつをするのが好きなん？お前、50歳行ってみたり、29歳の外国人行ってみたり、この、なんかその20歳のための男とか行けよ。その多分お前がちょっと個性強すぎるな、スーサイドスクワットみたいなメンズ商品そうなるんやろ。今ほら、SNS 黄金期やけんさ、そういうアプリいっぱいあるけん、ほら、Tinder でさ、やりもく NG ですって書いて始めたらいい。したらお前、同じぐらいの年のこといっぱい出会える。うん。あと、あの、カフェ巡りって書いた男にマジで気をつけろ。カフェ巡りって書いた男は嘘つきやけん。これマジそう。これ女の子に言いたい。Tinder でスワイプしてカフェ巡りが趣味に出てくる男なんか絶対にライクすんなよ。絶対にいいねすんな。嘘つきやけん。これは俺男やけんわかる。そんなやつ嘘。マジでありえん。ありえない。絶対に嘘。カフェは巡らないから。絶対に嘘だからやめなさい。本当に。それだけ。本当にダメ。カフェ巡りなんかを回答やつはダメ。全部ゴミ。嘘つきでしかおらん。罠やけん、あれ。気づいてないだけ。罠、あれ。気をつけろ。ひどい目に遭うぞ。あ、そう。で、あと、なんか、ペットの写真貼っとうやつもダメ。ペットの写真貼っとって、趣味カフェ巡りのやつは本当に終わり。地獄。地獄の悪魔と契約しと。マジで気をつけた方がいい。もうこの二つ。動物の写真とカフェ巡り。この二つにマジで気をつけろ。これ二つにした男はもう本当にやばいぞ、多分。だっておかしいもん。絶対おかしい。動物と出会うアプリじゃないし。カフェ巡らんし男。嘘つきやん。女の子でもあんま見ないよ。カフェ巡ってますってやつ。はしごしないから、カフェからカフェに。今、ちょっと心当たりあるわ。ギクってしたやつは、あれよ、女の子受けはわからん。女の子受けはわからんけど、同性受けがクソ最悪よ。で、同性受けが最悪なの別にいいだろ。女しか探してねえからってなるやろ。でも、俺らみたいに、ちょっとふざけて男の Tinder でも見てやろうっていうやつが、お前の友達におって、お前が出てきてみ。かっこよかったらいいよ。こう、回答ごとにいけとったら、あ、これ Tinder やってて、あ、書いてることもいけてんじゃん。なるけど、お前、動物の写真載せてカフェ巡りとかしとったら、絶対に友達からいじられるけん。おい、カフェ巡りお疲れって言われるよ。お前今日、どこのカフェ売ったと思って。俺やったら絶対言うもん。やけん、マジで気をつけた方がいいと。女受けも悪いらしいです。はい。女受けも悪いらしいけん、やめり。うん。そう、ラーメン巡りは信用できる。男はラーメン巡るから。それは信用できる。いいやん、ラーメン巡り。ラーメン巡りとかめっちゃいいやん。いや、そう。だって正直やもん。だってラーメン巡りなんか巡っとっても書いちゃいけないトピックなんだから。そんなん書いとったら、いいやつやん。いや、その、かっこいいかかっこよくないかはさておき、いいやつそう。マジで。こいついいやつなんやろうなって思うくない？わかる、なんか。こいついいやつそうって。だって、そんな、すする TV とか絶対いいやつやもん。やない？これなんかさ、初見のさ、ラーメン屋さん見て、すする TV のステッカー貼ってあったら行こうと思うもんね。粘土、ほら、だって粘土いいやつや。あいつがかっこいいかかっこよくないかはさておきよ。おう、相棒。おう、ラーメン行こう。あいつやばい。めっちゃいいやつや。あいつは、おう、めちゃくちゃいいやつやんか、粘土は。やけん、最高よ。やけん、あれ、ラーメン巡って書いたやつは、マジで粘土みたいな男しかおらんと思うけん。だって普通絶対書かんもん。女受け悪そうやし。やけん、俺はすげえセンスあると思う。ラーメン巡りは。俺も書こうかな、ラーメン巡り。めっちゃいいな。